こんにちは。K-POP 情報局です。BTS はデビューしてからいつもストーカーに悩まされてきました。ストーカーたちは熱狂という意味を誤って解釈し、度を過ぎた行動でメンバーたちを絶えず攻撃しています。BTS もストーカーによって精神的な苦痛を何度も訴えてきましたが、世界的なスターになるとパパラッチのような専門的に危害を加える人物も出現したといいます。そんな BTS のストーカートラブルについて今回はまとめてみました。 B が訴えたストーカー被害。まずは B が受けたストーカー被害についてご紹介します。これまで B も数多くのストーカー被害で多くのストレスを受けてきました。しばらくの間はファンたちの心配を気にしてその悩みを明かしませんでしたが、ストーカーの行動がエスカレートすると、テテはライブ放送であることを訴えかけます。彼はスケジュールで海外に出国するとき、毎回プライベートジェットを使うのは左遷のためだと言い、僕たちも一般の飛行機に乗りたいが、その度に僕たちが乗ることを知って前の席や隣の席に座る方たちがいる。プライベートな空間で安心してゆっくり休めないから困る。やめてほしいとお願いしました。左遷とは、韓国語の私生活、左遷ファルが語源の、私生活を執拗に追い回すストーカー的なファンの総称で、行き過ぎた行動で芸能人の身に危険を及ぼすだけでなく、精神的なストレスも問題になっています。B は、移動中のトラブルに加え、パスポート写真がストーカーによって流出したこともありました。個人情報が流出し、プライバシーが露出しても、彼らは公人という理由だけで、正当化されることに苛立ちを隠せないファンもたくさんいたといいます。以前とは違う B の態度にファン驚愕。そんな B は最近話題になった映像でストーカーに対する態度が変わったのではという声が上がっています。映像には車から降りて建物に入ろうとするメンバーの様子が映し出されているのですが、突然黒いマスクをした男性がメンバーたちに向かって飛びかかってきたのです。幸いにも男性は周りにいた警備員たちによって止められますが、ファンたちはその一部始終の中から驚きのシーンを見つけます。車から降りてきた B が自身に襲いかかろうとする男性をズボンに手を入れながら何事もないように素通りしていたからです。全く恐怖を感じず通り抜けるテテの姿に、 B かっこよすぎる、まるでランウェイを歩くモデルのようだといった反応があった一方で、目の前でストーカーが現れても落ち着いている B を見ながら残念がるファンもいました。ある女性は、以前の B はファンにストーカーの悩みを話し左遷行為をやめてほしいと訴えることもあったけど、あまりにも同じような事件が続き、もう日常になってしまったのではと悲しい気持ちになったと明かしています。日本でも左遷ファンが？ B だけでなく BTS のメンバーもストーカー被害に遭うことがよくあります。一昨年には BTS が泊まった日本のホテルに左遷ファンが乱入した疑惑がありました。当時 BTS のメンバーたちは J-HOPE の誕生日を V ライブで放送しながらお祝いしていたのですが、映像途中メンバーたちの後ろの扉に2人の女性の姿が映されました。1人の女性は何かを取るような行動だったことで、ファンからは左遷ではないかという心配の声が上がったのです。確認の結果、幸いにも該当人物は左遷ではなくスタッフだったと明かされましたが、メンバーたちの身に何か起こったのではと不安を感じた人も1人や2人ではなかったでしょう。そんな不安が現実になりかけた恐ろしい事件がありました。ジミンがアメリカで殺害予告を受けた時です。ジミンへの殺害予告。あるツイッターアカウントから4月1日、BTS のアメリカコンサートでジミンを銃で射殺するというツイートが行われました。この投稿にはジミンの顔とコンサート会場の配置、死んだ豚の写真がアップされ、さらに共犯が2人いる、この瞬間を待ってた、ジミンが歌を歌うとき撃つといったことが書かれます。銃の所有が可能なアメリカであるため、アーミーからも万が一の可能性に恐怖を感じる声が多く出ました。またファンだけでなくメンバーたちもかなり怖かったと思います。そんな中、
長男ジンがジミンを守るために驚くべき行動をとり、ファンたちを感動させました。これはコンサートのサウンドチェックの現場にいたアメリカのアーミーが明かした体験談なのですが、その日ジミンとジンは服はもちろんサングラスまで同じものを使っていたとし、二人の姿が全く同じで、どちらが誰なのかわからないほどだったそうです。このアメリカのアーミーは万が一の危険に備えて、ジンはジミンを守ろうとしたのだろうと語っています。あくまでファンの推測ですが、メンバー同士がリハーサルで衣装とサングラスを揃えることはあまりありません。殺害予告に不安を感じるジミンの心を少しでも軽くしようとするジンの優しさだったのでしょう。幸いにもファンを心配させた銃撃事件は実際には起きませんでしたが、悲しいことに1年後再びジミンに向けた殺害予告が2度もありました。ジョングクには電話まで。ジョングクには知らない番号から電話がかかってきたこともあります。 V ライブ途中、ジョングクのスマホが鳴るのですが、知らない番号からの電話は出ないと着信をスルーして、彼はしばらく困った表情をします。そして実は左遷ファンからの電話が多いですと明かしました。ククはそういった電話はすぐ着拒しますと語りますが、個人のプライバシーも無視する左遷ファンの恐怖を感じますね。またある授賞式でジョングクが見せた不安な表情も話題になったことがあります。待機席に座りメンバーたちとステージを楽しんでいたジョングクですが、突如観客席を見つめながら目を丸くし驚いた様子を見せます。そこに自分をストーカーする左遷ファンがいたのではと言われ、すぐに視線を避け唇を噛む様子を見せたジョングクに心を痛めたファンは多かったといいます。左遷ファンが減らない現状。他にも空港で近づいてくる女性からシュガがジミンを守ろうとする姿を見せたり、さらに台湾で左遷ファンが乗っていたタクシーとの接触事故があるなど、 BTS の安全面での心配が何度も取り沙汰されています。芸能人たちが経験する苦痛に比べ、ストーカー行為は軽犯罪として扱われることが多いです。ストーカーたちはとても好きでやってしまいました、申し訳ありませんとうまく逃れようとし、処罰も10万ウォン、1万円以下の罰金くらいとも言われます。さらに SNS の普及により芸能人のプライバシーが流出するツールが増え、問題が大きくなっていますが、残念ながらそれらを制裁できる具体的な法的制度はないといいます。ファンからも左遷を厳しく処罰する法整備を訴えかける声が多くあり、所属事務所総出でこの問題に向き合ってほしいと思います。悪質なストーカーが早くいなくなり、 BTS が安心して活動できる環境が早くできることを願っています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価お願いいたします。